どうもこんにちは、ナッチでございます。はい、今回の動画はですね、多分タイトルとサムネイルでも分かってると思うんですけど、 HP100 万固定っていうね、すごいダンジョンがあるんだ。ここ行ってみよう。で、バトル6なんですけど、なんか結構ね、ドロップするモンスターが多いみたいなんで、降臨キャラが多いのかな。でも最近奇跡でレアって書いてあるからさ、その辺でちょっと計算するのがめんどくさいんですけど、回復バッチでいきます。で、敵が分かんないんで、もう正直どうしようもないんで、裏闘技場挑んだパーティーでいきます。で、裏闘技場の多彩なギミックに対応できるってことはおそらく大丈夫なはず。待って、割合あんた知ってるよ、僕は君が割合することを。そういうことですよね。75万あるから楽勝っていうね、そんな甘いことではないですよね。だがしかし、こっちは今日は回復バッチなんで、多少は自信がありますが、さすがに100万回復は無謀なんではなかろうかと今思いました。いや、ですよね、そりゃそうですよね。あ、で、弱いんだ。で、これナビーちゃんみたいなキャラクターが活躍するというかさ、有利なダンジョン今おでドラ打ったら楽やろ、回復半減。今おでドラ打ったら楽やろうなと思って打とうとしたらこれですよ。さつきちゃん久しぶりだね。ちょっと待ってよ。なんか予想はできてるんだ。ここで回復を半減してきたってことは、なんかもうね、何が起きるかね。何が起きるかわかるよ、もう。僕でも、この後。なんとなく。とりあえず単純な対策、あ、待って、見えた。ね、待って、ヘパイストスドラゴンがいるよ。ほら、ゴエモンいるじゃん。なんかもうそんな気がしたんだよ。ゴエモンがいる。見えちゃうの良くないよな。ゴエモンは想定内だった。ゴエモンかヘラみたいなやつがこの後来るんだろうなみたいな予感はなんとなくしていたんですけど、なんかヘパイストストラゴンがいたんで、遅延がサツキだけに収まらないってことですよね。サツキだけで遅延が解決すると思うなよみたいな、そんな感じになっちゃってますね。ハラハラ。ちょ、待って、強い。待て、体力25万ですもんね、そりゃ。そうなりますよね。だからここ思いっきり回復して、なんならこいつも遅延してるしな。で、かぐや姫がおったからさ、覚醒無効解除も必要じゃんね。で、ここでおで打って貯めないといけないんだけど、なんかヘパドラがおったしさ、ようわからん。ようわからんぞ、このダンジョン。ね、足りん。ね、強い。スキブが1個足りん、これ。スキブが欲しい。ということで、フレンドのアルテミスをブラスカ武器にします。これによってね、溜まりますから。クソクソだよ。でも、オで使えるから、オで使って、とりあえず体力を回復しておくんだけど、これでも言うてさ、75万じゃん。75万でゴエモン受けれるのかな?どこまでアホな設定にしてるかによりますね。で、多分ここは倒せるし、サツキちゃんも闇にさえしなければ。ただサツキからも受けたくないね、何もね。この体力を維持したい。4-3で倒せること願います。ターディスすらダメなのか。で、封印は大丈夫なんで、斜め決めて、ウェイでしょ。で、光もウェイにしたいんだ。ウェイにしたかったんだ。ミスってるんだ。いけるかな。で、コットンドラゴンキラーだからワンチャン。よし。誰?来るやろ?ですよね。ここで来なきゃいつ来るんだって感じだもんね。はは !60 万 !60 万か。まあ。60万でも正直良かったと思ってる自分がいる。で、こいつで貯めたいやん、正直。根性まで持ってって。だけどさ、木がないんだよ。ここで。こいつで貯めないと終わるでしょう。てか、こいつから受けることがもう多分できないと思うんですよ。めっちゃ強いと思うんですよ。こいつも、言うて。花火してくるわけだし。いや、強いは強いけど、まだ常識を持っている、こいつ。
よし、ここはじゃあとりあえずワンパンしてスキルを貯めます。でもイザナミがいるんだったらイザナミで貯めたいよね。イザナミの方が絶対楽じゃん。だってここは欠損っていうのがありますから、まずもう倒しちゃっていいんじゃないかな。イザナミがどこで来るか分かんないけど、かぐや姫かヘパドラかイザナミがどれがボスかっていうね。てかヘパドラが道中にいたらさすがに笑えないよね。一回倒すよ。じゃあちょっとこいつでのためはね、欠損がマジで怖いんで一旦倒しちゃいます。 できればイザナミがちょっと早い段階で出てきていた。でもヘパドラがいるんだもんな、結局貯めてもな。でヘパドラが前にいたら前にいたらやばいし、どうしたらいいんだ。お、イザナミだ。ここでイザナミか。でここでちょっと貯めましょう。嫌ってほど貯めます。で、まあ、回復ももちろんしておきたいので、火を消さなければ大丈夫なはずなんで。危ないね、今完璧な街ができてて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 。大丈夫だと途中思ったのにな。でもこっからでも別に大丈夫でしたよね。スキルダメ、失敗しても大丈夫だったってことは。でもあれかもしれん、体力が増えたからかもしれんな。それはな、死にたくないんでとりあえず挑戦はします。で失敗したら多分この前みたいな展開になりますし、大丈夫と信じて。成功した方がむしろ険しい道を歩む可能性あり。成功しました。めっちゃいい落ち込んです。サツキの回復ダウン辛すぎ。でここでかぐや姫が、お前が道中にいんのやばいって本当にねえ。結局だからあれか、15ターン以上貯めないと意味がないのか。イザナミでバカみたいにスキル貯めれば、まあ、ワンチャン素のスキルは使えるっていうことですね。ここでこいつもだってさ、柔らけ、待って、こいつで貯めれるんじゃね。もうそうしよう、そうしよう。なんか火力がね、釣り合ってないよね、あんたら。火力とさ、体力が。まあそれでいいんだけど、むしろ。ただこいつもだからさ、初回からめっちゃ強いんでしょ、きっと行動が。それはまずいじゃん。このダンジョンはあれですね、イザナミとか、ゴエモンとか、ヘパドラで、スキルを貯めようっていうダンジョン、なのかな。なかなかない。運営がそれを押してくることそうないよ。ただ4つさえ守りきれば多分ずっと貯めれますので、本当に欠損だけな。だからなるべくたくさん色を消して木を待ちます。はい、終了。ただコットンがたまらない。ここでコットンたまればワンチャンあったんですが、だから逆にここで根性を消すとまずいよね。ここは根性を消さない方向で行きたいけど、1でも入ったらやばいのかな。やばいんだろうな。水が入った、大丈夫。根性消える。あ、消えちゃった。でもやっぱ強いんだよね。そうだよね、それは読めてました。たださ、おでドラは貯めないとかぐや姫やん。だから今絶対消したくなかったんだよな。ゼロコンボとかにするべきだったのかもしんない。今の選択は絶対に間違えた。悔しみ、悔しみの舞。ヘイストもないしね。ヘパドラはご退場願って。こっからですよ、絶対強いもんこいつも。分かっとんだって。そんなことは、回復ダウンが消えたとかそういう話ではありませんからね。一旦今あるドロップで回復をしようとはしてみますが、HP が100万になったことをいいことに敵が強くなるダンジョンなんで、正直つらい。バインド、バインド、まあ、100万固定なんでそんなに影響はないんですけども、ないんですけども、この後何をしてくるんですか、あなたは。あんまりあなた見ないんでね、ダンジョンで。裏闘技場とかにもいないし、何をしてくるかよく分かってないんですよ。アホ。
AHO アホ。いや、ちょっと勝てそうなの悔しいよな、これな。いやー、だから、まあまあまあ、ゴエモンさえ耐えれれば、とりあえずはどうにかなるんですよ。そこだな。イザナミでやらかしたな。完全に。ゴエモンで貯めるのもやっぱ危険なんで、イザナミでスキルを貯めて、で、ヘパドラに挑む。で、ヘパドラもなんなら貯めまくりたい。で、ドラウプニルを貯めた状態で、かぐや姫に突っ込めれば、勝機はあると。いう戦いですよ。そんだけ聞いたら意外といけそうじゃん。でも実際さ、いろんなアクシデントがね、道中で発生するわけでして、そう簡単にはいかないんですよね。だから回復倍率少ないパーティーにしては僕頑張ってる方だと思う。多分。おそらく。なんだろう、黒百合の対策なのかな、この連続は。遅延のね。だって防ぎようのない遅延が飛んでくるじゃん、途中。数十ターンの。それなのかもしれんな。追い打ちが組めます。それは予想外。それは予想外ですね。ちょっとね、回復も遠いスターディスも使えないんで、一回また倒しましょう。で、ここで回復しまくればいいな、なんならな。追い打ちが組めるが、今度は色がないと。色がないさ、このさ、ここここここ、この花火ラインのこいつが一番怖いんだけど大丈夫？一応この体力は花火をしてくるんですよ。マジ怖い、マジ怖い、マジ怖い。うん、そんな気はしてた。なんかもうそうされてる、なんか突破できないようにされてます、さっきから。ひどいよ、ずるいよ、ここで欠損がマジでずるいよ。ね、バカ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 、なんでそんな木を消すの。ねえ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 、結果的にあったからよかったけど、もったいないよ。もったいないって感じちゃうよ、今は。おかげさまでほぼ全回復で、追い打ち分もある。よし、もう倒す。ゴエモンはワンパン。こいつでいつも負けちゃうから、ここは倒して、追い打ち組の、討伐 C の、で、イザナミでもうおとなしく、もう無限耐久と言ってもいいほど、貯めます。全員のアシスト分が貯まるまで貯めます。で、倒してから、なんだっけ。ヘパドラでもやれるだけ貯めて挑むと。それでいいんじゃないかな。いいよね、無限にやるんだよね、それね。盾が剥がれるとかもなんかそういうのも関係なしに。さてさて、アルテミスも溜まるんで、そろそろ倒してもいいのかなと思います。もういいよね。よし、倒しましょう。こっからです。こっからさらにヘパトラステップを踏んでからですから、まだ安心はできません。よし、根性も剥がれてますので。もっと回復したかったんだけどね、ちょっと回復はやっぱり怖かった。で、多少はマシになると思うんですよ、これ。15ターンとかでしょ、だって。ですよね。ゼラチンとアルテミスは使えるんで、大丈夫かな。普通に組んでいけるかな、これ。オーデは、あ、でも一旦か。よし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 。なんならここで倒しちゃっても全然、勝ち筋はあるね。こんなんでさっきワンパンできたっけ？さすがに、あ、それはありがたい。4-3はありがたい。4-3はいきますよね。よしよしよし。じゃあもう倒していい気もするけど、まあファセットがあることに越したことはないんで。ファセットまで貯めるのはちょっと絶望的だよな。耐えちゃったら耐えちゃったでも頑張りますか。はい、早速もう耐えちゃいそうな盤面です。倒すか、倒すか、これ。いや、アルテミスをまず使ってもいいかな。いや、むずいな。
倒してもいい気がする。倒してもゼラチンでドガーンでいい気がする。そうしましょう。ソイちゃんでいきます。追い打ち組みます。いけるよね、信じてますよ。ここは倒せるよね。からのドスンで来るやん。こいつ来るやん。遅延とかなかったよな。もう遅延恐怖症。行くぞ。おで。おでからのゼラ。待って、コンがある、コンがある。コンがある、危ない。見落としてた。コンがあるんで。ウェイは一応作っておく。申し訳程度に。倒せ。頼む。倒してくれ。よし。恐ろしいダンジョンだった。まあ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 。ターディスですね、これ。ターディスか挑戦とかなんかそういうの入ってれば、イザナミで貯めれますんで。まああとは 7×6 とかで欠損しにくいパーティーでもゴエモンとかヘパドラをぶん殴り続ける。の2択かな。道中でスキルダメ多分必須です、これ。僕はそう感じました。はい。ということで、HP100万のダンジョンね、HP100万あるからといって、皆さん油断しないように。むしろ不利です。お疲れ様でした。